こんにちは。私の名前はコーリーです。よろしくお願いします。オーストラリア人でございます。私は動物大好き。じゃあ探しに行きましょうか。はい、ここケーンズやってまいりました。今日カングルーと低い鳥探しに行きます。オーストラリアにカングルーは30以上種類がいます。これは一番大きなカングルー種類です。赤カングルー草食です。草と葉っぱを食べます。オスカングルー走るときに最高で70キロ走ることができます。速いでしょ。カングルー仲間はカングルーとトリーカングルーとユーロとウォラルとこれですね、バラビー、バラビーちゃん。これはウィップテイルウォラビーと言います。かわいいでしょ。このサイズは大人。カンガルーの中の種類でもこのワラビーという種類はカンガルーの中では一番小さいサイズになります。だいたい体重が25キロ未満のものを私たちはワラビーと呼んでいます。これはグレイカングルーです。2番大きいです。もう手見てください。でかいでしょ。カンガルーは手を舐めることによって体温を調節しています。暑い時はよく舐めて、体温を低くしています。体温調節をできるところです。面白いことにカンガルー妊娠期間は34日だけです。カンガルーのメスはお腹に袋を持つことでも有名です。有袋類と呼ばれる動物です。この袋の中には乳首が4つあります。そのうちミルクを出すことができるのは2つの乳首です。ミルクが出るのは2つの乳首からですが、このミルクは赤ちゃんが吸うのではありません。ミルクは母親がお腹の中の筋肉を動かして規則的に、ミルクを出しています。またカンガルーは非常に賢いことに、もし妊娠期間中に、外の環境が子育てをするのにふさわしくなければ母親カンガルーは一旦自分の細胞分裂を止めることができます。でまた外の環境が子育てするのにふさわしい頃合いになってきたら母親カンガルーはまた自分の細胞分裂をスタートすることができます。非常に珍しい動物です。赤ちゃんカンガルーが母親の袋の中にいる期間ですが、これは種類にもよって異なりますが、早いものだとだいたい7ヶ月ぐらい、遅いものだと18ヶ月も母親の袋の中で生活します。とっても可愛いですね。カンガルー可愛いでしょう。じゃあワニ探しに行きましょう。これはオーストラリアのイミューです。世界で2番目大きな鳥。飛ぶことができません。エミューはすごい速い走ることができます。60キロぐらい。
ドキドキ人形です。こんにちは。 Hello。おー、かわいいでしょ。これはオーストラリアの野生犬です。リンゴと言います。はい、どうぞどうぞ食べていいよ。この子供たちはメスです。年は1 year、 1年。 Come on Come on、 yum 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 yum、 おいしいよ、おいしい、Come on。 ほとんどディンゴは砂漠で住んでいますけど、熱帯雨林も住んでいます。ディンゴの繁殖時期は1年に1回だけです。でも普通の犬の繁殖時期は1年に2回できます。おー、かわいいでしょ。捕まえた。ハロー、大丈夫ですよ、コーリーは友達。 Are you okay?How are you today? Are you good? Are you doki doki dingo? Desu ka? Chu wa? Chu wa? Ooh! Ja ne. この鳥見てください。これはカソワリと言います。カソワリ、世界で3番目大きな鳥ですよ。カソワリは日本語で低い鳥です。時々危ないですよ。爪は鋭い、危険あります。カソワリは熱帯雨林で住んでいます。カソワリ餌は果物とネズミと小さいトカゲ、雑食ですよ。カソワリは熱帯雨林の中に住んでいます。彼らは木の実を食べることもあります。彼らの糞の中には消化されなかった木の実の種がたくさんあります。そこからまたね、発芽いたします。そのために熱帯雨林をより広げてくれる鳥として有名な鳥です。日本名では低い鳥と言います。また彼らの胃の中を通って糞として排出されない限り発芽しないという植物もあるほど彼らの役割は重要です。また繁殖時期にはメスのカソワリは、最高で4つの卵を産みます。卵を産んでも、メスのカソワリは何もしません。その後はオスのカソワリが子育てをします。約2ヶ月、卵を孵化するのに時間がかかります。それから1年間子供たちは父親のカソワリと一緒に生活を共にします。